こんにちは。西武が8月31日にストライキを実施したことが話題となりましたね。大手デパートとしては60年ぶりのストライキということで大いに盛り上がりましたが、すまん、私はもう社会に対してのストライキをここ数年ずっと続けているんだが、ニートとはいがみ切った日本社会に対する抗議活動なんだよ。ようやく時代が進むべき道を見つけたか。果たして私に追いつけるかな。常に時代の10歩先を行く系ボイスロイド、キズナあかりです。それでは本日のニュースはこちら。話法、中国産特大ブーメランに当たってしまう。これが現代落語ですか。東京電力福島第一原発の処理水放出が始まり、10日ほどが経ちました。中国政府はこれについて大きく反発。日本産水産物の輸入を全面停止し、話題となっています。トップがディズニーの著作権侵害してるくせに勝手なことばかり言いやがってよ。中国国内では水産物に限らず、日本産食品の不買運動にまで発展。日本国内の飲食店や旅館に、中国からとみられる嫌がらせ電話が1日に1000件以上来るなど、その勢いはエスカレートしつつあります。超えちゃいけないライン考えろよ。せめて5ちゃんで。Y 福島県民、正直郡山市の方が仙台市より格上だと思ってる。仙台行くくらいなら東京行った方がいいよな。手すれ立てて、福島と宮城の対立煽りを狙うまでが、ラインだぞ。一線を越えてるんだよな。さて、そんな中国で、特大ブーメランが炸裂したことが話題となっています。こちらは先日、中国の SNS ユーザーがネットに投稿した画像。放射線測定器、デジタクを測定してみたところ、数値は福島の 3.0 マイクロシーベルトよりもひどく、最高で 9.7 マイクロシーベルトになった。本当に驚いた。中国中央テレビ、CCTV、のニュースによると東京の数値は 0.01 マイクロシーベルト。うちは東京の976倍になる。カウンターは半年前に購入したが、まさか自宅で数値が爆発すると思わなかった。もう頭痛が痛い。そう、日本の放射能や処理水を気にしていた等の中国の方がよっぽど放射能に汚染されていたというオチでした。ハフッハフッ。成長期だから成長しました。飯馬で世界ランクアップしただけ定期。中国の人口多いからいつもより大きめに成長しております。こんなのに世界ランクが下と認知されてしまった中国国民かわいそう。こちらの書き込みは削除されましたが、すでに全宇宙に転載され騒ぎとなっています。ところで 9.7 マイクロシーベルトってどれくらいの強さなの。年間積算放射線量ですと約85ミリシーベルトに相当するようです。これは福島の帰還困難区域の年50ミリシーベルト超を大きく上回る結構やばい数字です。いやいや、すらないでしょう。だっていくら中国といえど原発事故があったわけじゃないじゃん。アゼルバイジャン、カナダのヨーク大学のシム栄賢淳教授曰く、中国の建築資材は概して過剰な放射能汚染の問題を抱えており、それが発覚した中国の建築物における放射能汚染の状況が珍しいものではないことが示されてしまったとコメントしています。建材に使われる一部の天然材料や鉱石には放射性元素を含むことがあります。ウラン、トリウム、ラジウムなんかがそれにあたるようです。これらの放射性建材が建物や住宅に使用される場合、放射線被曝のリスクが生じる可能性があるとされています。つまり遠く離れた日本の海より自宅の家の方が放射能汚染にさらされていたと。教授は、中国の建材には広く基準値を超える放射性物質が含まれるという問題が存在し、このことは多くの中国国民を非常に驚かせている。各都市が相次いで検査を行っているが、初歩的には中国の建築物の放射能汚染状況はおそらく珍しいことではないと示されたとし、この情報は中国の不動産市場にさらなる追い打ちをかけ、中国経済悪化につながるのではと懸念しています。中国国民よ、一つ勉強になったじゃないか。たまに放射能や毒電波を流すディープステートに立ち向かおう。アルミハットの作り方ならあかりん教のウェブサイトを参照してほしい。アルミハットって放射線までガードできるんだ。ただしトップ針は不可。中国人よ、トップ針のアルミホイルは 5G 電波や放射線を貫通するぞ。気をつけろ。これトップ針に怒られそうだけど、トップ針としては 5G 電波に効くなんて言えないジレンマあるよな。ネット民の反応は、核実験で汚染されたエリアから石材や建材持ってきたんだろうな。これ日本批判に見せかけた中国の内部告発だろ。そのガイガーカウンターもチャイナ製やし、本当は976倍どころじゃないかもよ。
知らない方が幸せなこともあるよね。気づいちゃったようだね、本当の敵に。等の意見がありました。個人的な話ですが、先日中国人がやってる謎の台湾料理屋で780円の油淋鶏ランチ頼んだんですよ。ライス、ラーメン、油淋鶏、サラダ、杏仁豆腐がセットになってるんです。味は美味しくて満足なんですけど、ボリュームありすぎて食べきれなくて。残すのも悪いなーって思ってたら、店員の人が片言で、持って帰る?って言ってくれて、パックに油淋鶏詰めてもらいました。夕食に食べたけど美味しかったです。皆さんはどう思いますか?よければコメントくださいね、定期。我、名誉静岡県民なり、敵県愛知味噌とんかつかける野蛮人。愛知人、三大都市、東京、大阪、福岡発言激怒、一度試す、大変愉快。中国語で、人類皆兄弟、仲良くしようね、と言いました。愛知県民大激怒、我関せず。以上、ボイスロイドどうでもいいニュースでした。続きまして、ボイスロイドもっとどうでもいいニュースです。ホガラホー、財布を拾った園児たち、表彰される。8月30日、東京練馬区の保育園の園児たちが、窃盗事件の解決につながったとして表彰されました。警視庁によりますと、今年6月、園児たちが散歩で近くの公園を訪れていた時に、財布が3つ落ちているのを3人の園児が発見します。財布を預かった保育士は、警察に届けました。その後これらの財布は、都内で起きた窃盗事件の被害品だということが判明。警察が周囲の防犯カメラを調べた結果、容疑者の特定につながったのです。警察は、園児たちの活躍により事件が解決したことを感謝。30日にピーポくんが、保育園を訪れます。警察官から表彰された子供たちは、公園で遊んでいたら財布とお金が落ちていて、大変だなと思い持ち主の元に返してあげたいと思った。将来は、悪い人を捕まえる警察官みたいな大人になりたい、などとコメントしました。それでは、あかりさん一言どうぞ。でもこの後お昼寝グーグーしたんだよね。学歴バトルでは要卒である私の勝ちだな。そうですか、ありがとうございました。それでは最後に謎かけを。世界ランク下がって小さくなって中国の建物の放射能とかけましてアイドルが結婚したと解きます。まさか汚染とか言わないよね。さすがゆかりさん、その実力は健在のようだ。もうええわ。ご視聴ありがとうございました。